さてミキー様よろしくお願いします、えー、ギフト完売をしてしまったんですがすごい、えー、これ海外もですよね チケット育ちの話を聞いていると、株君くんテレビの中だけでも、行きたくても行けない人はまだまだたくさんいますよね。なんか 3D とかでも全然行けたんじゃないかな、うん。だからこれ今後ね、そういったふうに羽生さんが工夫していくっていうところ気になりますよね。羽生選手が大変なことになっちゃうか。うん、あ、そう、だから羽生さんが何人もいませんので、ね、羽生さんがね、たくさんいてればっていうね、そんなことはないので。 なかなかね、分身がね、あれですけども、必要になっちゃうのかなっていう気がしますが、落選報告がちょっと切ない。アイスショーが増えて当選確率が上がるといいですね。素人だから勝手な妄想をしちゃうけど、ドームが定番な工業になったら面白いですね。うん。今年もやってきたぜキャーみたいな。ちょっと趣旨が違うかしらと。うん。でもね、もしこれで成功、まあ成功すると思うんですが、東京ドーム、本当にその、今後もね、 定期的にフィギュアスケートができればいいなって気がしますね。そういった意味でも今回非常に重要というか楽しみにはなりますよ。レモンミカんさんどうもです。ギフト系チケットは全て完売。おほほほほっていうね皆様方のお話を聞いて思わず高まいが出ちゃいました。おほほほほってなんかね。これ、ぴよぴよでね、ウィッチっていうの言うんですよ。ウィッチってキャラクター、おほほほって笑いますからね。さすが。 羽生結弦さん、完売はいいですね。完売は、完売できるだけでも幸せです。うん。We Love y o る、うん。いやね、ほんと完売。海外の方も完売ということなのかな。うん。ライ,ライブビューをまだ。 完売どうなんでしょうかね、えー、マザールリアさん、よろしくお願いします。えー、ギフト東京ドーム公演、完売おめでとうございます。うん、東京ドーム公演ですよね。で、私はディズニープラスでアプリ登録したんで、2月26日は、えー、タブレット観戦予定です、うん。今日のテレ朝チャンネル2で19時からプロローグ8の日。 初日の公演放送の録画予約をチェックも済ませました、えー。家族にチャンネル権を奪われるため、リアタイができませんが、深夜皆寝静まった時間帯に一人で見たいと思います。うん、一人加入んですね。 で青い炎3苦教編を読んでこちらにつ、えー、い泣きましたと、えー、ご意見が多かったですが自分も途中で切なくなって目頭が熱くなりましたけど、えー、最後まで読み切りましたと、うん、でプロローグでいつか終わる夢の時にリンクに孤独絶望など出てきてあの,時あのたくさんの文字はきっと羽生君が心胸の中に一つ一つ抱えていた思いだったのかなって個人的意見ですがだから自分ができる限り今後もずっと応援して 見守っていいきたででですす、ね、すねねねととうこなるほどです、ね、まあ、一つ一つなんかやっぱ思いがあったというところで、ね、あのそのそ思いやっぱりこうかなり悩んだのかなっていうところはあったと思うんですが、うんそれをこうねちょっとずつこう演技にして、それをこう愛、ね、想で表現してくれると思うんで、そういったところなんかも今後ね、うん、気持ちなんかもこう出していくと思いますからね。うん えっとですね、かむくこんにちは、アンチといえば先日、YouTube 登録者数783位、オワコンの〇,〇〇〇なんて言って、バカにしてるやからがということなんですね。 えっと調べてみると、このランキングの分母は、国内の YouTube チャンネル数,数約、えー、5万5000です、えー。この中でスポーツタグのつくランキングでは、12位で J リーグ公式の一つ上、個人では4位、上位3名のは、私でも名前だけは知っている格闘技の素敵なお兄様方です。私よりもずっと年下、フィギュア関係ではダントツ。格闘技ってことは、この方はあれですね、多分知ってます。あの なんだっけな朝倉さんでしょうかね朝倉さんの YouTube 多分すごい人気があると思うんで、多分そちらでしょうかねうん。1位です。なんだこのアンチ褒めてるんじゃんと思ってしまいました。でも実は私はこの手のランキングにあまり興味はないんです。うん。まあ本当ですよね。いい子、いいに越したことはありませんが、内容重視。うん。まあ言ってみれば、初めましてと挨拶をして、練習をライブで配信し、 手作り感満載の演目をた淡々とえ黙々と上げているだけなんですけどね。褒めている、うん、お茶だけ一切なし、紳士、芸術、美愛などの単語が浮かんでくる素晴らしいチャンネルですよねえ。こちら、これからも動画に期待しかありません。えもちろん、株君テレビもフィギュアスケートで愛が感じられ素晴らしいと思っています。ありがとうございます。 まずは、ギフトが大成功するように祈っています。私は、ライブビューイングで見る予定です。田舎なんで、多分大丈夫かな。それでは、とね。まあ、これはさすがに当たる気がするんですが、このライブビューイングに関しては、チケットまだ完売っていうことではないですよね。うん。おそらくこれはこれからまだ残ってるのかなっていう感じで、海外の方も完売っていうか、これはまだね、うん。現在進行形っていう感じなのかな。うん。 さんどうもです。カム君おはよう。羽生くんの YouTube、The Final Time Traveler for Gift の動画視聴回数が公開してから6日にして60万回突破してます。うん。いや、すごいですね。60万回ですよ。ギフト本番では、ミキコさんや、ライゾマティックさん、そして、 羽生譲弦で作り上げる超一流の総合芸術作品になって壮大に美しく披露されていますね。期待で胸が膨らみますえ。ギフト楽しみいっぱい夢いっぱい、うんあのね。海外の方もたくさんコメントされてますよね。でロシ,ロシアとかでもコメント入っててやっぱりこう、ね、人気あるなっていう気がするんですよ。うん、でだから海外の方がどれだけこう、ね、日本に今回公演に来るのかっていうところも気にしてます。 テラ、えー、さんどうもです。先ほどのノッティステアーターに行くための新幹線チケットを買ってきました。うん、いやウキウキな感じになりますよね。もう、そんだけで気持ちがもうね、あのなんだろう、こうね、高揚、高,高まりますよね。3月12日日曜日の往復切符、2名分の代金はあら,じあらかじめ計算をしてましたが、元口で北東北発の え仙台週末フリー乗車,券乗車券というものがあると教えてもらって、えー、想定よりも3000円以上安く買うことができました。嬉しい。ランチ代になりますあ。よかったですね。3000円程度結構いいも食べれますよね。うん、日本の場合は。うん、あの北北北北東北北東北初 仙台週末フリー乗車券っていうのあるんですね。うん。はい。というのがありますよ。で、嬉しい話の後で驚いたことがありました。私が窓口で乗車券を購入しているときに、私のすぐ後ろに若い男性が立っていたそうです。私は窓口とのやり取りに集中していて気づかなかったんですが、突然、あなた、並んでいるんですかと、女性の大きな声がしました。びっくりして振り向くと、白いパーカー姿の男性がふらふらと立ち去っていきました。え、ちょっと怖っ えどういうことえ、その男性は私が窓口でやり取りしてる間、私のマンションにぴったりと立って、私の肩の上からずっと覗き込んでいたそうええー、ちょっと待って、今こっち夜ですよ。怖すぎでしょ。うん、今、あの夜中で今、1人で部屋で僕、YouTube 撮ってますが、今、寒気してきました、今。うん お化けかなっっってちちょっと思っちゃいました。その子の,のね、よいてるっていう姿、これ想像しただけで、お化けですね、ほ、うんと。女性は不思議に思って、不審に思って、その男性を追っ払ってくるんです。感謝です。まさかそんな状況になっているとは、怖いですね。もっと周囲に気を配らないとダメですねえ。ちょっと怖すぎですね。うん。 いやほんとねそんなことあったらすぐ気づく気もしますけどでもこれは駅員さんも気づかなかったっていうことですかね一体この人は何をしていたんでしょうかねうんお金かなんか盗むのかそれともなんかそういう,こう迷惑行為に及ぼうとしたのがねちょっと不思議な感じですね恐ろしいですねうん寒気しますね本当ねとね歩さんどうもですえー、ギフトチケット完売初日の7時からテレ朝2で プロ,ローグシのヘ公園の初日の放送がありますよ。うん。皆様お忘れなくということなんで、こちらにもちょっと注目ですよ。うん。えー、ルコピアクラさん、よかったですね。って、なぜかというと、カムさんこんばんは。今日は乗ってステラータの JTB のツアーの到落日でした。えー、今回こそは、当たれ、当たれ、当たれと呪文を唱えて過ごしました。うん。で、いつもね、そこでね、落選っていうね、えー、悲しいオチになっちゃってたんですが、今回は、ダダン な,な,なんと、なんと、なんと、当選しました <laughs>。おめでとうございます。いや、いつもね、これでいつも、なな,な,なんと、落選っていう、このオチがあったわけですが、良かったですね。もう本当に嘘みたいで、今でも信じられなくて、何回も見直しています。で、これは、乗ってスタラータの JTB のツアーということはですね、うん、や、っと、受かった喜びが大きいなっていう気がしますよ。で、もう本当嘘みたいでね、 うん本当にか、カブさんにも、えー、こちらの人さ,さんの皆様にもたくさん応援もらっている、なかなかいいメッセージかけず、なんだかコメントしづらくなってしまいましたが、やってやっと、やっと思いが伝わり、ゲットできました。よかったですね。もう本当、こいれば嬉しいですよ。私は3月10日、初日に見ることが許されました。それまでいい子で待ちます。 あ、そうだ、飛行機のチケットも取らないとですね、と。うん。ワクワクは止まりません。うん。っていうことで、株さん皆様、本当にありがとうございました。感謝。うん。でも、なんかさっき、テラさんの話だったかな、によると、なんか、チケットを買ってた時に、後ろから変な人がね、いたらしいんで、ちょっと怖いでちょっと注意しながらね、チケットゲットしたいですね。うん。 恐ろしすぎますからね本当に。サラカヤさんどうもです。えー、東京ドームに高を張る時の設営の舞台裏は私も気になっている点です、えー。それにしても本当にすごいことですよね。羽生選、譲る選手とどこにいてもつながっているということも納得ですね。うん。本当なんですね。東京ドームは多分ドームなんでで丸くなってると思うんで。 リンクも丸く貼るのかなねあの、そんな感じがしますよね。うん。多分、長方形といえば長く、な丸く正方形っぽい形にするのかな。うん。そこら辺の見せ方にもちょっと注文かなと思うんですよね。うん。はい。そして、ここまでが、えっ、ーと,えー、と、羽生選手のお話で、これからちょっと、株君ニュースというか、お話もちょっとしていきたいと思います。195T さん、どうもです、えー。スレステの動画配信機能は、1から3にはついていなかったと思うんで、ベッド木が必要です。 なるほど。USB 接続のビデオキャプチャー。あ、これを利用して、えー、録画して PC に移してアップという流れになると思います。えー、ぴょぴょ配信するんですかうん。あのね、ぴょぴょまあ配信しようかなってちょっと若干思ってますけども、まぶ、あ、んスーッとしてもね、ちょっとこうやねやり方がわかんなかったんで、これちょっと気になってましたね。で、これ USB のビデオキャプチャーっていうのはですね、キャプチャーってあるんだ。これ、なかなかね、うん、ちょっと見てみますね。うん。 えー、木木24さんどうもですす君違いますよストレスチェックをして休めなんていうことはありません。あそうなんですね。なるほど。休んだのは派遣さんで、ストレスチェックはやんないし、休みの理由はお子さんの体調不良でした。あってことは、そういうことなのか。うんなんかストレスチェックして、ストレスありまくってて、あこの人無理だと思ったら仕事できなくなっちゃうのかなって思う。そういう構造じゃないんですね。うん ゆうのやさんどうもです。カ、え、ン、ー、さん、今日2月13日は、名字を名乗ることを義務付けられた、名字制定記念日だそうです。そんな日があるんですね、うん。日本に一番多いのは佐藤さんで、次が鈴木さんです。うん。集団があると必ずいますね。佐藤さんが一番多いんですね。うん。まあ、鈴木さん多いですよね。うん。逆に少ない激レア名手として、四、えー、4月ついてえちょってどういうことこれ <laughs>。四4月1日さんっているんですね。 うん、えー、これ、エイプリルフールでしこの日って。なんかそういう、なんか、嘘かなんかなんですかね、これね。え、わたさん、え、ざ門もんさぶ、んさんっていう、サ,サブローさんっていうか、すごい人ですね。え、ざ門もんざぶさんとかいるそうで、出会ったことないですけど、全国に約10人くらいです。えー、いいですね、スペシャル感。でも、4月絶対んってやっぱり、や <laughs> ばい、おもしろすぎですこれ。うん。わ、まあ、さんなら、なんかまだありえそうな気がしますが、 いやの4月1さ3、ちょっとやばいですね。ほんとやばいですね。うん、これはちょっと神レベルだなって思いますよね。うんいやこれエイプリル風ルでしょ、これ。うん下村蝶さん、よろしくお願いします。えー、っと、さっきのところはフィギュアスケートの話と読んだんで、途中からのところで、ところで風力発電ですが、風光風速があまり変わらないベルギーには合っているのか。 合っているのかなうん結構ねそうなんですよね日本は風向風速は一定でなくあんまり向いていないと思いますあと え風力発電の風車は、渡り鳥の,の,の渡りを阻害したり、えー、低周波の音波の影響が心配、うん、僕もね、それ気になってました。だベルギーには多分ね、多分西からの風がずっと吹いてる感じだったりするんで、多分合ってるのかなっていう気はするんですけど、でもね、どうなんでしょうかね。でもね、ベルギーはとにかく風が強い。うん、本当にもう風が強いっていうのが特徴ではあるので、向いてる気はするんですが、ただ、あの家の周りにできると心配なんで、結構、とあの、 えー、土地の価値が下がっちゃいますよね、やっぱね。うん、あの不動産の価値が下がっちゃうと思うんで、やっぱり風力発電の周りっていうのは、あまり良くないかなっていう気がしますね。で、太陽光発電も日本の美しい山が、えー、田園を破壊して作られて、しかも中国の石炭火力、日本の火力より高害 CO2 が多いの電力で作られていて、えー、全然環境に優しくないですというね。うんおそらく蓄電技術が発 電子内限り再生可能エネルギーよりも効率効率の高効率の火力の方がよ,よほどエコだと思いますという。あ、そういうことなんですね。うん。あのちなみに水力発電とはどうなんでしょうかね。あれは、あれもやっぱあんま電力はないっていう感じですかね。うん。なるほど。まあ、えっとね、そういうことなんで、太陽光発電もよあんまり良くないということなんで、もうちょっとこれは。 ね、なかなか難しいですけどもね、でも風力も確かになんかね、渡り鳥、ね、死んじゃったりあるんで、うん、あのそういった話聞きますんでね、だからまあちょっと良くないかなって言って、ベルリンも渡り鳥いっぱいいるんで、風力発電したらよくないなっていう気がしますね。うん ゆうのや,やさん、どうもです。かぶさん、引っ越しのお手伝いの方は順調ですか？忙しそうですね、えー、体調を崩さないように気をつけてくださいね。ありがとうございます。結構順調というか、まあまだね。明日あたりから結構忙しい。今日はね。まだ増して、明日から結構忙しいんですよ。だからちょうど4大陸もあるので、まあタイミング的にはあれですけども。まあぼちぼちね。やっていってます。うん。はい、えー、というわけでね。これで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。